モードはザガウンドリー社が開発している3次元コンピュータグラフィックス作成ソフトウェアである2012年10月に最初の開発元であるラクサーラジー社とザファウンドリー社間において経営統合がなされたことによりザガウンドリー社が提供する合成編集ツール抜けなどの製品ラインアップの一つとして加わった日本では株式会社ディストームモードジャパングループが 代理店として日本語版のローカライズと販売を行っている。ピクサーなどの主要な CG 制作スタジオでも採用されている高機能ソフトウェアであり、開発の経緯からモデリングに特化したソフトウェアとしての印象が強いが、バージョン201以降モデリング以外の機能が大幅に拡張され、V レイ等、有名、プラグインもモード用に参入した。また、モードは、 ライトウェイブ 3D の初期開発スタッフを中心に開発されている正式版の他に教育関係者、学生向けディションとゲーム配信サービススティームのゲームで使うモッドやインディーズゲームの制作用として特化したモードインディーがある。共に大幅に安価だが教育用は商用負荷、スティーム版はスティーム以外での利用負荷などの制限がある。 本家に15日間使用できる、モードベーシックトライアルという無料体験版がある。http://www.luxology.com/.trymodo/.index.aspxigrph2004 で、初めてのデモンストレーションが行われ、2004年の秋にリリースされた。 コードネームネクサスと呼ばれるラクサーラジー独自の 3DCG アプリケーション開発プロット上で制作された最初のアプリケーションということであるモード101新機能モデリング機能のみの実装である2006年6月7日発売日本語版は2006年6月中旬モード201新機能レンダリング機能の追加など2007年9月発売ポリゴン サブディビジョンサーフェイスによるモデリング機能、スカルプティング、3D ペイント、アニメーション、およびレンダリングができる統合パッケージへと進化を遂げている。スカルプティングのような普通は別アプリとして提供されるような機能が大胆に搭載された。現在のモードの骨格が完成したバージョンであるモード301新機能他多数。なお、1年後の2008年夏頃にマイナーアップデート版。 モード302が発売された。2009年6月20日頃発売。主にプロダクトや建築シームを試行した機能が追加された。主にソロートワークスとの提携により生まれた機能をモードにフィードバックしたためである。モード401新機能他多数。また、モード401より修正版はサービスパックといった表記になった。 この頃発売されたモード関連商品参考2010年12月24日にモード501日本語版発売。ピクサー社のサブディビジョンサーフェイスのサポートが大きなトピックであった。また、レンダリング速度の大幅なスピードアップも驚きを持って迎え入れられた。モード501新機能バグなど参考2012年3月1日にモード601が発表された。 全バージョンから約14ヶ月ぶりの登場となった。主に、アニメ、キャラクター、人物の動きを重視した機能が多く追加された。モード601新機能2012年6月19日モード 601SP にリリースたくさんのバグが修正された。 参考 http://www.luxology.com スラ<タ>ッシュサポートスラ<タ>ッシュ m o d 6 0 1 s p 2 d e t a i l s a s p x 2012年8月14日、モード 601sp3 リリースたくさんのバグが修正された。 参考 http://www.luxology.com スラッシュサポートスラッシュ mod601sp3details アスプックス別売りプラグインなどアメリカのカリフォルニア州サンディエゴのインテイグラティウェア社によってラクサーラジーのために開発されたプラグインこれはサブティビジアンとナーブスをつなげるプラグインで モードで作ったサブ D をカナダドルのナーブスにエクスポートできるツールである。601以降に使用できる。参考その他2013年3月26日発売。モード601から13ヶ月ぶりのメジャーリリースである。このバージョンより価格が少し上昇した。このバージョンからザ・ファウンドリー社と合併、同社多製品ラインナップと違和感がないようにロゴ、モードが大文字。 モードに変更された。映像系に強いザ・ファウンドリー社ソフトとの連動を意識したためか、エフェクト面での強化が見られる。インポートされた、扱いにくいメッシュを綺麗なメッシュに変換する、トポロジー関係にも機能追加された。アニメーション関連ではオーディオがサポートされたためアニメに音をつけることが可能になった。モード701新機能2014年4月リリース。 モード801新機能編集はスケマティックビューで行う2015年8月リリースこれまで別売りのプラグインとして提供されていたメッシュフュージアンが統合されたその他 UV 関連機能が強化されている2018年4月上旬にリリース価格は通常価格257,040円となっているモード12新機能プロシージャルモデリングメッシュペイントの強化 モード VR レビューとレイアウトメッシュフュージアンサーフェイス、ストリップスと、スティチャイング AMD ラデオンプロレンダーアップルストアのセミナーなどを前身として、有志による定期的なセミナーが開かれ、よりモードを効率的に使えるように勉強会が行われている。ありがとうございます。